こんにちは、秀夫です。オフ会の開催報告です。2024年8月度の朝活オフ会やりました。8月29日木曜朝7時半からの1時間、会場のパタヤジョムティエンビーチ、ソイ文館ジャナ通り沿いにあるコーヒーショップパンタイコーヒー文館ジャナ店に、9名の方が、お集まりくださいました。在住者の方が4名に、旅行者の方が5名、リピート参加の方が、5名に、新しく参加され、初参加の方が4名、男性が8名に、高 1.1 名という顔ぶれでした。皆さんで和やかに楽しく、話が盛り上がりました。ではここでですね、今日来てくださった皆様にどこからいらっしゃったか、お名前そして一言を、順にいただければと思います。伊豆高原から来ました次郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北陸から来ましたマサです。ありがとうございました秀夫さん。はい、千葉県から来ました川崎です。今日は一日楽しかったです。はい、ありがとうございます。川崎市から来ましたひろこと申します。ジョムティエン反対中人間です。ありがとうございます。マダムありがとうございます。群馬県から来ましたアキラと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。石川県から来てます前と言います。よろしくです。大阪から来ましたあずたにと申します。よろしくお願いします。さらに今回はスペシャルゲストとしてあの有名 YouTuber パタヤチャンネルさんがお越しくださいました。以上の皆さんで楽しいコーヒータイムとなりました。最後は恒例の、勝ち抜きじゃんけん大会での、食パンプレゼントです。先月に引き続いて健康食品のエゴマ入りで焼いてみました。おーすごい、はい、でこちらをゲットされたのが、はい、パタヤチャンネルさんです。イエーイ。ありがとうございます。いただきました。今日はようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。感想一言。いや楽しかったですね。あっという間の1時間半ぐらいですかね。ですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、おめでとうございます。美味しくいただきます。はい、また次の、オフ会も、ぜひ皆さんとお会いできるようにと、願っております。ではまた、次の機会でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。